はい、竹内です。こんにちは、こんばんは。ということで、今回の動画ですね、荒れる荒れない競馬のレース判定を1レース3秒でしていく方法ということでね、やっていきたいなと思うわけなんですが、そうですね、まあ競馬予想をする時のお悩みのね、上位、かなり上位の方に入るんじゃないかなと思うのが、まあこのレースは荒れるのか、それとも荒れないのかっていうところのね、判定だと思うんですよ。まあ、あのキャバクラとかでいうところね、これぼったくり店なのか有料店なのかどっちかなっていうぐらい、まあ、非常に重要なところではあるんですけれど、このレース判定についてなんですけど、まあ、僕のね、あのまあ昨年ですね、2019年に出たミリオンドライバー剣術の最新刊クワッド A の方でね、レースを16通りにするっていう、まあ、方法なんかはね、すでにあの、まあ、書籍でね、公開していたりするんですけど、もっと簡単にね、お手軽にやれるっていう方法で、まあ、1レース3秒あれば楽勝っていう方法についてね、今日はお話したいなと思っております。で、まあ、荒れる荒れないっていうところの、まあ、判定ですね。まあ、言い換えれば、まあ、一番人気の信頼度だと僕は思うんですよ。簡単に言ってしまえば。一番人気が信頼できるレースなら当然配当は安くなるんですし、そうじゃなかったらね、配当は高くなるっていうのが、まあまあ当たり前かなっていうふうに思うんですけど、まあこの判定が本来最も簡単なのは、やっぱりね、一番人気のオッズをリアルタイムで見るっていうことだと思うんですよ。ある程度ね、オッズが答えではないですが、まあオッズっていうのは本当に真実に近いものがあったりしますので、はい、そういうことも言えるんですけれど、それをやってるとですね、まあ当日にこの、まあ手作業の場合ですよ、リアルタイムでオッズを確認した上で短時間で予想していくっていうことで、まあ、なかなか難しいですし、そうですね、なかなか一日中、この、例えばパソコンの前にですね、ずっと付きっきりで競馬やれる環境の人がどれぐらいいるかなって言ったら、なかなかいらっしゃらないと思うんですよ。なので、まあ、前日段階で簡単にできてしまうレース判定法っていうことで今回はね、やっていきたいと思います。はい。で、そうですね、本当に3秒で1レースあたり終わるとは思うんですけど、説明に関しては、この説明に関しては当然3秒でね、終わるものではないので、まあ、ちょっと集中するぞと、今から集中してちょっと聞いてみようかなと思ってくださる人は、ぜひぜひね、まあ、ちょっとね、一呼吸、チャンネル登録なんかしていただきながらね、一呼吸してからちょっと進んでいただけたら嬉しいなと思っております。で、まず結論なんですけど、レース判定使うのはですね、競馬ブックの予想オッズ使います。はい。で、なので、まあ、競馬ブックをデータ化して配信している、まあ、競馬道さん、まあ、KOL ですね。はい、大泉アミューズさんが運営していますが、まあ、あそこのデータでも当然可能となってますし、僕はそっちをね、ずっと使ってます。はい。長年愛用しているという感じなんですが、まあ、競馬ブックの予想オッズっていうものをですね、まあ、ほんと一言で言ってしまうと、実際のですね、実際のオッズと全然違うんですよね。なかなかね、一致しないんですよ。はい。なので、予想オッズとしていう見方ではなくてですね、指数っていう見方をすると、結構これがね、競馬ブックのオッズ、予想オッズでね、花開くんですよ。はい。ということでね、まずね、この表をご覧いただけたら嬉しいなと思うんですけれども、そうですね、こちらは競馬ブックさんの予想オッズ1位の馬の予想オッズ別の、成績ですね、値となっています。はい。で、通常この手の指数ってやっぱり、まあ数値ですね。まあ勝率がなだらかにね、変動するものが多いんですけど、競馬ブック予想オッズの1位の数値に関しては、まあ見ての通りですね、2.7 倍と 2.8 倍のところに非常に大きな境目があるということがね、わかると思います。はい。この通りなんですよ。で、2.7 倍以下を、まあ、トータルしてまとめると、勝率が 44% もあります。はい。で、まあ、オッズ的にはね、低くなるので、回収率が 81%。で、副勝率が 78.7 の、副勝回収率が 89% もあります。はい。で、一方で 2.8 倍以上の馬になると、勝率が 26.2% しかありません。で、回収が 76%、さっきより低いですね。で、副勝率が 56.9% で、回収率 80% という感じに、ね、なっているんですよ。はい。もちろん、まあ、前者ですね。2.7 倍以下の方。まあ、こっちに関しましては、一番人気のね、になる確率が当然高い。約9割ぐらい一番人気になります。それに対して、まあ、後者の方、2.8 倍以上の馬っていうのは、まあ、5割ぐらいが、まあ、一番人気になるっていうことなんですけど、まあ、それでもね、人気上位になることがほとんどなので、はい、まあ、そこはね、ちょっと補足として説明させていただくんですが、で、2.7 倍以下の、一番、予想を打つ1位の馬がいるレースの、まあ、配当ですね。はい。こんな感じになっております。はい。単勝平均配当はもちろん10倍を切りますね。副賞が、まあ、3倍ぐらいですか。
まあ、馬連、に関しても、そうですね、3689円、馬単が7572円みたいな感じ、3連単が79206円みたいな感じになっております。はい、こんな感じですね。ちょっと猫がね動き出しちゃったんであれですけど、で、もう一個、2.8 倍以上の、予想オッズ1位の馬がいるレースの成績はこっちです。はい、そうですね、平均単勝配当が、10倍を超えてきます。で、副賞も上がります。で、馬連に関してはまあ倍近く上がりますね。はい、で、馬単に関しても先ほどは7500円でしたが、こっちは12700円まで上がります。で、先ほど3連単7万9000円でしたが、こっちだと16万円まで上がるというような感じになりますので、これだけでも十分ね、レース判定が、できるなっていう、まあ、目安になるなっていうことは、そうですね、競馬ファンの方だったらすぐに分かるんじゃないのかなというふうに、思います。で、まあ、こんな感じで大きくね違いが出てるっていうこと、まあ、これはね分かるんですけど、人気別の成績を見てもですね、傾向がはっきりしているっていうところを今回はね、お見せしたいなと思うんですが、まずこちらですね。はい、予想図 2.7 倍以下の1位がいるレースになるんですけど、実際の 1,2 番人気の勝率がまあ抜けてますね。はい、ただ 2.8 倍以上の1位がいるっていう方の側のねレースになると、実際は3番人気以下からの勝率がちょっと上がってくるという傾向があります。はい、で、次に回収率順なんですけど、予想図 2.7 倍以下の1位がいるレース、こっちは実際の 1,2,3 番人気の回収率が高いんですよね。で、 2.8 倍以上の1位がいるレースは実際の4番人気以下からの回収が高くなるという感じになっております。で、まあ、実際のね人気の方はそういうことを見なきゃ分かんないんですけど、そもそも先ほど言った感じですね、まあ、2.7 倍以下なのか 2.8 倍以上なのか、競馬ブックの予想オッズ1位の数値ですけど、それだけでもですね、全然配当の、まあ、出ている配当のね平均値が全然違うっていうことは先ほど言った通りなので、例えばですね、まあ、それを元にしてって言いますかね、まあ、予想するときの当然目安にはなりますし、まあ、皆さんご自身がね、お持ちの馬券理論とか、まあ、ロジックとか、そういうものをね、このパターンで簡単に分けるだけで、回収率がね、大幅に変わるなんてことも結構あると思うんですよ。で、僕自身も、これで分けるだけで自分の指数とかロジックとかね、全然成績違うなっていうふうに思ったんですよ。で、そうですね、僕の場合はもうちょっとだから複雑な、まあ、分け方をしていたりしますけど、これで一旦分けて、シンプルに見るとこういう風なんだなっていうところから予想をね、することもありますし、うん、非常に簡単ですよ。だから、まあ、競馬ブックであれば、まあ、1位の馬のオッズが 2.7 か 2.8 か、どっちに属するのかっていうのを見るだけなんで、まあ、1レース3秒あれば十分ね、2.7 と 2.8 の以上と以下っていうところさえ、認識すれば、はい、1レース3秒でできると思います。はい、なので、非常にね、簡単にレース判定がしていけるっていうところでは、非常に効果的ですし、そうですね、まあ、もっとし、言ってしまうと、例えばいろんな世の中にある指数であったりとか、まあ、コースの成績、まあ、条件、血統、まあ、調教とかいろんなものを、ね、複雑に使った結果、これぐらいの分け方しかできない分け方って世の中にいっぱいあるんで、そう考えるとまずこっから、ね、分けて、さらにこの中でこう分ける、こう分ける、まあ、最初2分割したものを次にまた2分割して4パターンにするとかってやっていくと、どんどん、ね、レースの分け方っていうのがうまくなっていくと思いますし、皆さんの、ね、馬券の役に立つと思います。はい、まあ、そんなわけでですね、途中で猫がちょっと立ち上がったり動いたりとかなんかして、今はどんな感じですかね。はい、今はなんか下向いて、なんかちょっとへこんでる感じなんですけど、多分眠いんですよ。うん。そうそう、眠いのにね、僕がこうやってギャー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 、でかい声出してね、競馬の話してるんで嫌がってるかもしれませんが、まあまあ、競馬ファンの方はね、ちゃんと聞いていただけたと思いますので、はい。猫は一切聞いてないと思いますが、はい。まあ、こんな感じでね、レース判定、1レースあたり3秒でね、できるよっていう話をさせていただきました。で、まあ、このチャンネルではですね、他にもまあ、こんなような話であったりとか、最近アップしたもんで言うと、まあ、単勝馬券のね、効果的な狙い方とか、単勝多点買いの話とか、はい。で、まあ、この動画の後にもね、いろいろね、アップされていくと思いますので、ぜひぜひね、チャンネル登録をしていただけたらね、嬉しいなと思いますし、チャンネル登録、高評価などね、いただけたら嬉しいなという感じでございます。ということで、何度負けても生きてる限り毎日が強くてニューゲームということで、竹内でした。さよなら。